こんばんは。ウェザーニュースキャスターの江川さえねです。8月27日月曜日の天気をお伝えします。明日も秋雨前線の影響で東北の南部そして北陸エリアでは午前中を中心に雨が降りやすい空となります。だんだんと降り止む時間が長くなりますので傘の置き忘れご注意ください。北海道では日差しが届いて過ごしやすい1日です。関東よりも南のエリアでは気温が上がり35度を上回るという地域もありそうです。熱中症対策、紫外線対策を万全に。午後は山沿いを中心ににわか雨の可能性があります。関東では市街地でもざっと降る雨に注意が必要となりそうです。晴雨兼用傘や折りたたみ傘をお持ちください。以上、全国の天気をお伝えしました。今日も一日お疲れ様でした。